こんな話を聞いたこともあります。幸せとは自ら掴み取るものではなく、誰かが与えてくれるものである。と与えてもらった幸せはまた別の誰かに与えなければなりません。かくしてこの青年は幸せへの長い長い道を歩き始めました。何事も始まりが肝心。かつてイギリスに紅茶という名の幸せを与えたのは、外国からやってきた一人の女性でした。ポルトガルの王女様、その名はキャサリン・ブラッタンサ。彼女がいなければ我々は紅茶をいただく幸せを知ることはできませんでした。私はこの幸せを与えてくれた彼女のことを敬意を込めてこう呼んでいます。レディー・ブラッタンサ。近い。あ、すいません。何見とんねん、こら。いや、僕は別に。自意識過剰。何やと、こら。お前、俺を誰や思とんねん。おい、聞いとんか、こら。おい、ちょっとやめようよ。あ、それ。突然変なじいさんが来て。俺もや。来ればわかるって。これって一体。お帰りなさいませ、お坊ちゃま。お坊ちゃま。 You are happy boys。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。